はい、これからね、空港に行きます。はい。で、空港に行って、空港リムジンですね。それで、スーレーパゴダまで向かいます。はい。それで、あれ、ここあるかな。Do you have a MPT card? I'm the airport. Yes, thank you.空港に、行きます。はい。で、今ね、ちょっとね、携帯電話のね、トップアップカードを買いたくて、MPT って書いてあったから、もしかしたらあるかなと思って聞いてみたんですが、なかったです。はい。歩いて10分ぐらいかな。はい。空港までね。なので、反対方向に歩いてますね。反対方向です。はい。後ろ側がね、ヤンゴン方向ですね。はい。で、この通り沿いを歩いていけば、空港に着くというふうに聞いてます。Google マップでは10分ぐらいですかね。はい。かかるようです。はい。いや、あれだね。なんだ。5000チャットのね、カードを買って、そのインターネットパックを使ったんですけど、買ったんですけど、すぐなくなっちゃうね。あのね、YouTube が危険ですね。で、こまめにね、データを切っとかないと、本当、あれ、すぐ使い切っちゃいますね。その、フリー Wi-Fi じゃないと使えない、YouTube が見れない設定にしておかなかったんですよね。はい、ミスでした。はい。あと5分ぐらいですかな。あれ、あの辺、多分右に曲がれば、空港に着くと思います。もうこれ空港だと思いますね、これね。はい。あれがもうターミナルだと思います。はい。あれ飲みたいな。なんだっけ、コーヒー。もし近くにあるんだったら、ちょっと飲んでいこうかなというふうに思います。あれはデパーチャーホールだったっけかな。アライバルホールだったっけかな。シンガポールの、コーヒーですね。ちょっと忘れちゃいました、名前。はい。もうあれ、空港ですね。もう歩いて10分ぐらいだ。これいいかもしれないね。歩いて、ここまで、来れるというのはね、はい、そう、何よりね、朝早く起きて空港まで行くのめんどくさいからね、はい、じゃあ、空港行きますね、はい、なんかすごい暗いけど多分ね停電なんだろうね、別に今から出国するわけじゃないんであれなんですけど、セブンイレブンもどき、着いた、電気復活ですね。多分停電か何かだったんでしょう。で、MPT のカードをここで買えますので、ここで買っていっています。はい。どういう？中村みくり。MPT カープリー MPT いや、yeah, 3000 1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 000
はい、これ、買いました、これが NPT の1000タットです。はい、あれ、ここから出れないのか。あれ、出口はあっちか、あっちが、あ、まあ行こうか、いい機会だ。あっちがね、アライバルホールです。はい、到着ゲートね、アライバルね。
ここから出て、まあ、今ね到着したとしましょう。はい、まあ、いろいろとね、声かけられますけど、はい、まあ、無視しちゃってください。値段聞いてみようか使わないけど、まあいいや。あっちがライバルホールですね。でここね出ます。でこれタクシーいろいろ言うけど、まあ、無視して、まあ、向こうに行きます。ね、ここに基本たむろしてる人、この人たち高いです。ですので、あっち側にいる人たちに声をかけてみるとちょっと安くなりますね。はい。ね、昔ね問題になりました。なんだっけ、空港の中にタクシーの人がいて、その人に声をかけられるとね、非常に高い金額、ね、倍以上の金額を提示されて、っていうことがありましたけども、はい。ね、向こうがね、アライバルホール、こっちがね、デパーチャーホール、ね、出発ゲートですね。はい。で、エアポートリムジンはあそこです。はい。あそこにあります。まあ、急いでる人はね、タクシー使ってください。で、あとね、この辺でタクシー捕まえるとちょっと安いかもしれない。うん。車の中にいる人たちの方がね、多分ね、安いです。あそこで、出待ちしている人たちはね、高いですね、基本的にはね。はい。で、確か500、ここはね、500チャットですね。僕500チャット確か持ってたので、ちょっと待ってください。